攻め松井です。カットディエンド松井今度縦に送る、さあ走っていく長谷部、ゴール前には大久保がいる、ニアサイド大久保がいった、大久保ファーサイド、おお鎌田先制です。日本鎌田のゴールによって日本が先制しました。いやーいいゴールでしたね。この動きがものすごく効いたね、はい、両サイドでね、はい、この踊りになりました。で、浜田がもう完全気になりましたね。もう完全に引っ張ったんですよね。内側、内側の後ろへ、中田、点、ゴール、シュート！
次は右サイドはもうザルですね。もうこっちから攻めたらいくらでも取りますよ。はい、今2人もいいですかね。ちょっとフリーになって、そこを使ってよくダイレクトで打ちました今。